うわ。やべえ、ヘビギャロウでっかいよ。おはようございます、伊藤匠です。今回は匠漬けボリューム3追加ということで、府中湖にやってきました。数日前にすごいまとまった雨が降って水濁ってるかなと思ってちょっと期待してきました。ちょうどまあスポーニングから回復してアフターも増えてきて、かなりルアーには反応しやすい時期かなと思うので、朝一濁りを期待して上流にやってきたんですが、意外とまあ綺麗だなっていう感じで、まあ、頑張ってみたいなと思います。ちょっと濁りを期待したルアーをね持ってきちゃったんでどうなるかわかんないですけど、早速行ってみましょう。ちょっとストーミーマグナムだとやりすぎかな。僕結構がっつり濁ってればね、こうやってクランクベイトとかで釣れるかなと思ったんですけど、意外と水が綺麗と。この透明度だったら深ベイト、ね、まあ朝こうやって上流に来たのはその雨の影響でどれだけ水の中が変化してるかっていうのを見る上でも、上流から上流がダメだったら降りてって様子を見ていく感じ。巨大な虫が落ちてきたよ。虫が波紋立ててるよ。そう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 、丸波動がね出る。ポン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 って、いや、これがマックススピードかな。下にぶら下がってるブレードがこうやって左右に揺れるぐらい、回さずに揺れるぐらいのスピードでゆっくり巻く。そうするとブレードが左右にブンブン振れつつ、ルアーが丸いこうポン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 っていう波動を出す。すごくね不思議なルアー、不思議なトリガーを持ったルアーですよ。3回ぐらい行ったことあるんです。すげえ好きなんです。そう、僕ダム好きなんで、だいたいこうダムってさ、こうやって見てても上流でもこう我慢してバスがとどまれるところが分かりやすいんですよ。例えば壁とかね、こっち壁深いじゃないですか。でたとえ冷えたりしてもこういう深い側とかにスポッと入るから、これ結構川だと降りざるを得なくなっちゃったりするんですけど、ダムって結構ね耐えられるような地形多いから、だからそういうのね考えてやりやすいから好きなんですよね。 BSS いないっすね。メカとイーコーしかいない。ここ2年前かな、3年前、初めて来た時すげえギルグイのクソでかいアフターが溜まってたんですよね、こっち岸に。バスが回ってくるんですよね。アフター回復系のバスの行動ルートの中で、やっぱこういう水通しのいい、そして水の集結する側はすごく魚が寄るんでいいんですよ。お、出た出た、でっかいの、ほら見て見て、ゴジャップ、ほらね、これ絶対いるんですよ。ここ、これね、ギル食ってんだろうな。余裕でゴジャップでしょこれ。てかあそこまでね、余裕の50アップだと頭いいんで、それをどうやって食わせるかが気だなとは思ってたんですよね。すげえ大きかった、1匹55クラスだった気がするんだよな。むじいなあれな、どうやって釣んだあれ。ほんとお、小バツだ。お、でかいの来た、でかいの来た。
でかいの来た、でかいの。ダメだな、食わねえな。ブレイク沿いをすげえクルーズしてる。で、僕を見に来てるよね、これ。いやこれ結構難しいな。風吹いてからの方が食うかもな。だいぶ回復してるだろうなと。バスはもう朝見てる時点でそんな感じなんで。でも回復してる中でバスは結構ルアーを見切ってるんで頭がいいっていうのはあるんですけど、でも多分ね、風がないから食ってないとか、状況が変われば食うだろうなって。今は釣る時じゃないから、魚がどういうところにいるかを見るタイミングかなって。で、勝負は多分もっと日が上がってあったかくなってから。ルアーはフリップドン、フックが流儀のインフィニー40で 0.8g のネイルシンカーを入れてます。壁ドンして食わせる感じ。なんかベイトフィッシュが桟橋に追いやられたのをイメージするために、桟橋に当てる感じ。こうやって最初のスキッピングで音を立てて一気にルアーに近寄らせてからフォールで食わしちゃうか、もしくはここでワンジャークでこれで食わすか。あー、こういう感じだ。思い出してきたぞ。リップがついてるんで、この110プロッププラスってあんま前に来ないんですよ。だから軽くトゥイッチすると少しお辞儀をして後ろのプロペラがジュリリってなるんですよね。ダメだな、いないな。もう少し時間が経たないと厳しいかもしれないですね。流儀のプロトの進化 5g。 カバーで使えるのはもちろんのこと、泳がしてこうフラット面で水を掴んでふわーっと、僕の得意なエスケープツインとかのこうスイミングでも使えるっていう。これを今回はカバー打ちじゃなくてちょっとお気に入りとして、この岬の深いエッジを打っていく感じ。泳がせつつ誘ってくる。で、今多分結構水深3メーターぐらいまで落として、こっからちょっとこう泳がせつつふわーっと。風吹いてきたな、ちょっと。あ、全然釣れないこいつら、わけわかんない。何匹いんすか？ 1,2,3,4,5。 レディーフィッシュやってみようかなって。結構このぐらいのサイズだったんで、オイカワとかベイトフィッシュが。で、しかもボトム付近で食わせたいからヘビキャロで、見えるとこじゃなくてちょっと見えないところやってみようかなと思って。これ見えるところにとらわれちゃうと多分やばいんで、ちょっと見えないところを打っていくようなイメージでやってきます。うわー、でっけーのいんなー。ブラインドで釣るしかないよなー。エベにしてみるか、エビ系に。チビツインのヘビキャロにチェンジです。フックもダブルエッジの10。このチビツインにはベストの針をつけました。これね、ヘビキャロって強そうに見えるんですけど、リーダー8ポンドなんで、グランドマックスの2号なんで、かなり食わせに近いんですよ。食わせ近くて沖の地形を把握しつつ、食わせどころで誘っていくっていうようなリグで使えます。これでやってみましょう。この少し浅いところの沖とかで来ないかも。お、このサイズか。でも気に入ったね。一等だった、一等。チビツインにして。レディーフィッシュじゃ食わないのに。ほい、一匹目釣れた。食ったね、これ。ね、リーダーちょっと短め、投げづらくてちょっと短くしました。うい、しっかり落としてあげたら来たと。
エビキャラフィッシュ来たよ。やっぱブレイクの近いとこすごく大きいバスがクルーズしてるんですけど食わないんですよね、頭が良すぎて。だから今はもうどちらかというとワンドの、出口でも浅瀬で比較的沖でも浅くて、でそこを 21g のエビーキャロライナでワームをチビツインに変えたら一頭で釣れました。ロングリーダーのが食うんだけどね、動きはナチュラルになってけど投げづらい。やっぱリーダー短い方がルアーはクイックに動くんで、あんまりこうバシバシ動かしちゃうとあんま良くないですね。だから今は結構ゆっくりやってるのは、やっぱ進化の動きに結構ワームがダイレクトに動いてるんで、あんまりこうむちゃくちゃ動かさないで、こうやって寝かかるところはピピッとこうやって外してあげる。こうやって食う時もあるし食わない時もある。でこういう時に食ったりすると完全にその反射で食ってるなっていうイメージにもつながるんで、なんか風が入り込んでて食いそうだけどな、このバンド状の中のフラットが結構風入ってるもんな。この辺もう浅いんだな、大きめも。このフラットどうだろうな。来た、でかい。おっしゃ、ナイスフィッシュ。うー、リアクションで食ったな。うー、わ、まあ、何匹もついてるな。わす、はい、釣れた、バッチリ。ほら、アフタースポーン。こいつはリアクションで食いましたね。ポンってこう外れたのを取ったら食った、根がかりをね。嬉しい。出た、ヘビキャラ45アップ。リアクションで食ったな。こうずるずる引いていって、あー、ここ引っかかるなーっていうところでピョンって動かしたんですよ。そしたら食った。だから多分追いかけてきたのか、いいきっかけを作ってあげたことによって食った感じですね。めっちゃクルーズしてるもん、アフター。でもあれを見えバス見ちゃうと食わないから、あれをブラインドでしかもボトムにフィーディングさせて食わす、そんなイメージ。この浅瀬の沖をクルーズしてるバス、こういう魚は僕が一番得意。なんか青のダムみたいですね、この地形を釣ってく釣りが。あ、よし来た。よし、これもでかそう。これでかそうだぞ。うお、ナイスアフターじゃん。やっぱりそうだ、分かったぜ。今地合いだなこれ、完全に完全に地合いだわ。あ、危ねえとこかかってんな。危ねえ。おっしゃー、やばやばい。このバスプリスポーンだなこれ。ほら、産んでないよ。うぅ、ずっとかー刺してんな。バスヘビキャロー、でっかいよ。うわー、やべ、でけえ、これやべえ、府中湖楽しい。ボトムにボン落ちて、シンカーが落ちたな、コンコンみたいな、すごい反射で食った感じ。ヤッホー、地合い捉えてんな。最高のヘビキャロフィッシュ。やばいっすね。
しかもグランドマックスを車に忘れてきたから結び替えられないっていう、結構さっきの一匹で飲まれて傷ついてるんですよ、ここ飲まれた時に。それでもいや、これ以上切っちゃうと短くなるからやめようっつってずっと我慢してたんですけど切れない。車に戻ればいいんですけどね、車に戻ってると地合いが終わっちゃう可能性があるんで。本当ああいう魚はこういう風がワンドに入り込んだタイミングとかで食って、あと食わないですからね、すげえ難しいんですよ。でもその地合いを使えばすげえ簡単に食うんで。食ってるところがねすげえおもろいんすわ。こっち左側がさっき釣ってたストレート、要はブレイクが近くて浅いんだけどワンド でもブレイクがちょっと近い。産卵からまだ回復しきってないバスも流れを嫌うからこのワンドに残って餌を食べてるんですよ。でああやってアフターの魚がああやって岸際を見てフラフラしてる感じで、右側がその浅瀬が伸びてるんですよ、浅瀬がね。だからここでスポーニングをするバスがね、でそこの沖にプリスポーンがいたっていう感じですね。プリの魚もスポーンするためにここに入ってきて沖で、多分スタンバってると思う。アフターの魚とそのプリの魚が混じってフィーディングしてる。その地形が分かったからって釣れるバスじゃないんで、朝ここ入った時にうわすっげえバスいるじゃんって思ってたけど全然釣れない。でそこに風が今吹いてきたタイミングで釣ってるって感じですね。だからキーは風だと思う。なんだろう、風がない状況下だと物をもっとはっきりと見えちゃうから食わなかったり、その風で打ち寄せられるとかバス知ってんすよベイトが。そういういろんなきっかけになりやすいのが風なんで、風の吹き始めとかはすごく良い。てかそういう状況じゃないとあのでかくてああやってクルーズしてて頭のいいあの太いタイプのバスは食わない。このアクションこれ超やばいんですけど、何これ。そう忍者の壁走りって技ですわ、これかっこいいですよね、トゥ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 みたいな。全くバス出てこないですけどね。おいか水面もじり出してる。よっしゃラスト夕間詰め美波動。もう少しね日が落ちたらもっと良くなるかもしれないですけど、あの大井川についたバスを釣る用のルアーこれでやってみましょう。やばいこの波動、モコモコ波動。小魚とかがこうちょっと水面近く泳いでるようなイメージで引いてあげるのがコツですね。レディーフィッシュに変える。お、来た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 、くっ、あっち行っちゃったよ。うわマジか、くわフィーディングしねえの。うわすっげえマジで、これ人の気配察知するからな、ちょっと気配消しとくか。いやあれは単発だな、単発だとダメなんだよな、やって。うわ今度はこっちか、持ってねえ。おっしゃ、くそーくそー、究極座り釣り失敗した。今出たけどね、
またこんな投げちゃうと反対側でさ、ドワーとかやるんだよ。そうなんですよな、分かってても投げたくなっちゃうんだよな。ほら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 、いやー、たぶん、いけ、よっしゃ、あー抜けた、くっそくっそー、多分合わないんだろうな、小2。ラスト1投、出た出た、ラスト1投出た、おっしゃおっしゃ、釣れたこんなことってあるんだ、ラスト1投釣れた、ビハドやばくねえすか、出たよ、ほら帰ろう諦め悪いやでも満足だわ、もうこれうまいビールが飲める、イエス。調理バスいるんだけど、僕が得意なタイプじゃないんで、とにかくフレッシュで簡単に食う、下流域のスポーニングエリアからまだ出てない産卵直後の魚、まだ産んでない魚、アフター、まあ、これを下流でやっていこうかな。今日は初めての場所、行ったことはないけど、でもなんか地図見て良さそうだなってとこなんで、ここからやってみます。チビツイン 14g キャロ、お、来た来た、マジか、来たよバス。やっぱ朝きついっすね、地合いじゃない感じ、これすごいね、モワーンとしちゃって、昨日の朝と一緒。三角コティさんはカバーで使うだけじゃなくて、結構こうスピニング4ポンドで、普通のネコリグ、寝掛かりづらいネコリグとしてキャスティングで使うっていうのもできるように作ってるんですよね。意外とこう提灯だけじゃなくてキャスティングで攻めるのもあり。来た来た、お、ほっ、おいしょ、おい、来たよ、めちゃめちゃ元気、アフターの個体かな、おい、三角コティさん、なんとか来た。結構でも深いところにいましたね。入ってったな、ボトムつくかな、こうみたいな、上から誘っていって、でボトムまでゆっくりこうレンジを刻みつつ落としていった感じです。来た、おーい、連発、同じ場所、三角コティさん連発だね。結構このサイズだったら釣れる、面白い、すごいね、しかも元気、まるっきり同じ場所、ぼちぼち絡んでくるかな。ここでもでかいの出なそうだな、なんかこれ石のコリコリだな、半端ないゴリゴリだな。お、来た、このサイズか、結構沖できたからでかいかと思ったけど、ヘビキャロ
おいエスケープチビツインのキャラ。まあでもよく釣れるわキャロ。かわいいけど釣れた。ここはねワンドの奥の石。なんか今日ズルズルしてより昨日から見てって、これ土が溜まったのかと思ったんですけど、これ違いますわ多分ね。石が敷き詰められてる感じ。ちょうどねこの辺なんかねあるんですよ、石がゴリゴリが。でここでトントンって来た。よし、このサイちょっとサイズアップした、ちょっとサイズアップしたね。おい数釣れるねヘビキャロ。危ない、よう釣れるわ。数釣り楽しむならヘビキャロですね。ほい、太い。結構ねゴツンとは来ないですね。なんか違和感がふってあるぐらいで、でももうピンが分かってるんで、そのハードボトムのピンに落とし込んで釣っていくの。ラスト夕間詰めです。かなりね日も陰ってきて、多分チャンスタイムかなみたいな感じ。適度に風もあるしいい感じで、もうちょっと最後なんで、ちょこのラストエリアにかけようかなと思ってます。結構岩の壁がありますね。この護岸のイメージですね。この角があってそこにこうシンカーを引っ掛けといて、ワームは後ろにこうある感じ。こうやってね、この高さ高低差を使えばシンカー上にあるけど、ワームがこの壁をゆっくり脳進化状態で伝ってるように演出できるんで、これはねキャロにしかできない。あーやべ、あーそれってなんだこれすごいぞ。うわすっ、やったぜ。これ抜けるかな、壁できた壁で。ほっ、おっしゃ、アフターだ。壁で釣れた壁。壁ぶら下げてふわ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 ってやって、ふわふわさせたらこう、来た、アフターストーン。これ先取りだね。コンディションは細いかもしれないけど、季節を先取ってる魚。やったー、くぅー、気持ちいい。ラストフィッシュかな、クライマックスフィッシュ。府中湖個人的にはやっぱりこうベイトがたくさんいて、ハスにオイカはエビゴリ、本当ベイトが豊富で、釣りもたくさんいろんなジャンルの釣りができて大好きなフィールドなんで、やっぱ今回もね最高の府中湖だったかなと。まあ今まで行った中では一番厳しかったですけど、最高に楽しい府中湖でした。また次府中湖来れる時に、また楽しんで釣りしたいなと思います。ということでお疲れ様でした。